32歳キャリア官僚女です。最近アプリなどで出会う男性に可愛い付き合いたいと言われるんですが、学歴と職業を明かした瞬間に顔色が変わり、あからさまに惹かれてフェードアウトされることが多いです。どうしたらいいですか？レベルが低い男がいらないと思いつつ気づいたりします。既婚のお金持ちに入れられますが、不倫教育はありません。学歴はギリ政府でも職場でもなく惹かれます。日本では守り解決策ありますか？あと励ましていただけると嬉しいです。学歴と職業を自慢したいという癖を直した方がいいと思います。結局その、付き合った時に学歴と職業を明かしたら惹かれる場合があるというのが分かっているのであれば言う必要ないと思うんですよ。で、ある程度付き合って、で、半年とか一年とか経った後に、その聞かれて、ようやく答えるとかであれば、別に今更引くもなく付き合い続けるじゃないですか。でも、付き合うかどうかの前の段階で、その私はこういう学歴ですとか、私はこういう職業ですっていうのをいちいち言うから、多分若干引かれてるというより、嫌われてる部分もあると思うんですよね。要はそんな聞いてもいないのになんでこいつ学歴の話してんのみたいなっていうのもあると思うので、学歴を言わないなんか人間関係のコミュニケーションっていうのをした方がいいんじゃないかなと思います。先ほど職業は学歴を明かすと惹かれると相談したものです。職歴や学歴を自分から言ったことは全くなく、どんな職業とかどこの大学とか職業何度も聞かれたので仕方なく話す感じです。マウント取る人間は好きではないですし、私自身公立小学校でいろいろな学歴のこと仲良くよく飲みますし、学歴への色眼鏡もなくマウント癖もないと思います。友達関係では全然問題ないのに、男性関係だと職業や学歴にされて辛いです。聞かれても固くなに言わないべきですか？多分まあ東大なんだと思うんですよね。で、多分どこの大学っていうのを聞かれるっていうのは多分頭がいい的な感じで、で、その自分も多分それなりに頭がいい人が好きだと思うので、慶応大学の人が来て、慶応大学の人がマウント取れると思って聞いたら東大って言われてへこむみたいな、多分そういう状況だと思うんですけど、であれば、もう言わない方がいいと思いますね。笑いにして言えるとか、相手のそのプライドを傷つけないような形に会話をうまく誘導して説明するっていうのをテクニックとしてあるんですけど、多分それができない方なんだと思うんですよね。なので、それができない方であれば、東大同士で付き合う方がいいんじゃないかなと思います。はい。やっぱ僕の周りでも東大同士カップル多いですよね。23歳女子です。暇でどうしても自分の女子力を上げたいのですが、女子力は数値化が困難で、どんなインセンティブをつけるのか、目標数値でどう設定するのか分からず困っております。根性論では女子力を上げるのが困難です。アドバイスを教えてください。まず、数値化をしてパフォーマンスを上げるとか、インセンティブって言ってる時点で、女子力上げるのに向いてないと思います。ではその、論理的な思考とか、論理的に結果を出すっていうのは、どちらかというと、男子が好む構造で、日本でいう女子力って、あんまり僕はこれ正しいとは思わないんだけど、男子に好かれがちなことを女子力って言ってる気がするんですよね。だから料理ができるとか。で、別にさ、料理ってさ、料理人のおっさんとかもできるわけで、じゃあ料理人のおっさんがさ、女子力高いかっていうと、別に女子力高いと言われないじゃないですか。ただ、その、結婚するんだったら、家帰ったらなんか料理作ってくれる人がいるといいよね、みたいな感じで、その、結婚相手として男性が求めるものっていうのを女子力っていう言葉で言いがちなんですけど、で、家帰ってインセンティブがどうこうとか、女子力のポイントがどうこうとか、コスパがどうこうみたいな人っていうのは、家にいて欲しくないと思う男性多いんですよ。なので女子力を上げるという性格に多分向いてないっす。なので女子力じゃない方向で普通に働いて稼いで紐の男の子と仲良くなって結婚するっていう方が多分幸せになれるんじゃないかなと思います。男性が稼いでその男性をサポートするっていう形の家庭を作るのであれば、女子力っていうのは要は男性が選んでくれるっていう形なので、男性にいかに好かれるかっていうのが必要になるんですけど、自分が稼いで自分が相手を選ぶっていう方向になるのであれば、別に女子力は必要ないので、ただ今書いてる人が実はおっさんでっていうんだったらまた別の話ですけど、はい。LINE で返信がいつも早い女性は重く感じますか？私は男性の返事が遅いとイライラしてしまいます。重く感じる人もいるんじゃないですか。多分、重く感じるようなことしてる自覚はあるんでしょうね。別に仕事のやりという LINE でしてて、そうなんか、こういうのがありました、報告しますとか、メール確認しました、ありがとうございますとかって早い分には何の問題もないと思うんですよ。多分、このビクトリアさんってプライベートの話だと思うんですよね。で、プライベートで何かその男性に対して、そのこうしてほしいとかって思惑があるっていう状況だと思うので、その思惑は多分相手にも伝わってると思うので、で、相手が乗り気だったらもう多分うまくいってると思うんですよ。要は自分が返信も早いと相手も乗り気である、それトントン拍子に話進むじゃないですか。で、トントン拍子に話が進んでいないということは、相手の人は話を進めたくないんですよ。
きっと。相手は話を進めたくないのに返信が早いとか連絡がちょこちょこ来るっていうのは、まあ重いという表現が合ってるかのかわからないけど、相手の人にとっては負担になっているというのは多分ご自身も理解されてるから1000円払って聞いたんですよね、きっと。なんか文章を書くだったら10秒20秒でできるじゃんっていうふうに考えるんだと思うんですけど、その何を書いて送らなきゃいけないかで、送って返信が来たらそれに対応しなきゃいけないじゃんっていうので、あの心理的なエネルギーが必要になるんですよ。で、あの本当にそのスマホを叩いてる時間というよりは、むしろその心理的なエネルギーが足りてないんですよ。なんか例えばじゃあその洗濯しなきゃいけないよねって洗濯機にぶち込んでボタンを押すだけじゃないですか。でも洗濯って結構めんどくさいよねって思い込むのって、実はその自分が動く時間の問題というより、それをやらなきゃいけないっていう心理的なエネルギーが足りてないことが多いんですよね。例えばじゃあそのなんか1日10分勉強したら1年間でこれだけ勉強できるじゃないかって言われて、1日10分毎日勉強できるやつなんてほとんどいないんですよ。なんでその心理的なエネルギーが足りてないっていう人にとってみると、 LINE を送るっていうのでも結構その気を向けること自体が難しいっていうのもあったりするので、なのでその相手の状況をもうちょっと理解してあげた方がいいんじゃないかなと思います。私が細かくて一緒にいる彼がしんどいみたいです。二人で決めたことを平気で約束破ったりするのが理解できないです。関係をうまくいかせるために何かご助言いただけると嬉しいです。僕は約束を破るたちなので約束をしないことにしてます。自分がこれをやってほしいっていうのを約束という形にして、やってほしいだからやって、でじゃあこれ二人の約束ねっていうので、自分がやってほしいのを約束にして落ち着けるタイプの人っているんですよね。で本来彼氏それやりたくないんだけど、もうめんどくさいから、あじゃあ約束ねっていうので約束しちゃうんですけど、別にやりたいわけじゃないから結局やらないっていうので、で約束したにもかかわらずやらないっていうので揉め事になるっていうパターンがあったりするので、なのでそもそもの相手がやりたくないことっていうのをやってもらおうと思うっていうのが良くないんじゃないかなと思います。はい。26歳女性会社員です。出会いがないため高級お見合いクラブに入会しました。年収1000万以上の方が紹介されるのですが、どのようにして将来のパートナーを選んでいいか分かりませんかもですねまずですね、本当に申し訳ないんですけど、僕はその年収1000万ぐらいの人の気持ちは分からないんですけど、もうちょっと上の人の気持ちは分かるんですけど、ではお金払ってでも高級お見合いクラブに入会するような女の人とは絶対に結婚したいと思いませんね要はその、お金を払ってでも金持ちと結婚したいと思うような人と結婚したら、絶対めんどくさいじゃないですか。金目当てですよっていうのが、もう証明済みの人なんですよ。プライベートで出会った人でも、この人は金目当てなのかもしれないとかって、やっぱりそのお金持ちの人は疑ってかかるわけですよ。付き合う相手にしても、どうせ俺じゃなくて金目当てなんだろうってどこかで思うにもかかわらず、その、高級お見合いクラブ出身である以前、100% 金目当てじゃないですか。だから、それなりの人が来て、それなりにまあ綺麗なのかもしれないですけど、なのでそのデートしたりとか、なんか楽しい仲良くしたりはして、なんかそれっぽい素振りで遊びはしますけど、結婚相手としては、言っちゃうんですけど、99% 選びません。だから年収100、その1000万程度の人であれば、まあ1000万程度だし、これでいいやってなるかもしれないですけど、やっぱお金持ってる人が高級お見合いクラブで結婚するはまずないと思うんですよね。なので、辛辣なことを言いましたけど、お金の使い方間違ってると思います。あとこのアドバイスは僕多分1000円でも同じこと言ってます。なのでここで6000円払うのは多分損なので、なんかエステに行くとかもうちょっとそのプラスになるお金の使い方をした方がいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんから見た高収入の男性でどのような観点で結婚しようと決めると思いますか？文句言わない人まあこれ、ホーリエさんもね、どっかの本で書いてたと思うんですよね。その、金持ちと結婚したいやつは、なんかこの本を読むみたいなホーリエさんが書いてて、割とすごい正直で面白かったんですけど、可愛いはいくらでも交換可能なんですよ。若い方が可愛いじゃないですか。その40、50の人と20代で比べたら、それは20代の方が可愛いよねと。なので、結婚相手の場合は、可愛いで戦ってはいけないんですよ。要は可愛いで戦ったら、別になんか、これ結婚してもどうせ何年かしたら年取るし、そしたら若いやつと結婚した方がいいよね、だからこいつと結婚する必要ないよねになっちゃうんですよ。なので見た目は必ず劣化するので、見た目推しにしてはいけませんと。なので不快な状況にならない、あと相手の家族に疲れる、家族
を大事にしている人の場合って、相手の家族が、その旦那さんの家族と仲良くしている人じゃないと、結婚するとめんどくさいなっていうのがあったりするのね。で、逆にその、家族的にも、そのなんか可愛いだけとか、なんかそういうのよりも、なんか家庭のことができて、その、要は家族として関われる相手の方がいいよねっていうのがあるので、その応援団としてプラスに働いてくれるんですよね。なので、その相手の旦那さんになるべき人の家族と仲良くするっていうのと、あとその、まあ、成功してる人とか金持ってる人って、大体わがままで頭おかしいんですよ。その、普通のことを普通にやってたらいい収入を得ることはできないわけで、要は普通のことを普通にやってたら普通のサラリーマンにしかならないんですよ。なので、普通の人がやらないちょっとよくわかんないことだったり、変なこだわり持ってる人が多いんですけど、で、それを止めたり、その制限できるほどの実績があるんならいいんですよ。だからその5000万円の年収の人がなんか変なこだわりがあって、それやめた方がいいよ。なぜなら私は年収1億円だから、なら説得力があるんですけど、その、なんとなくそういうの嫌いとか、常識的にそれは良くないみたいなのって、じゃあ常識な人と結婚すればってなっちゃうんですよ。要は自分がそれが正しいと思ってやり続けて成功してる人なので、なので、それの価値観が理解できない人と結婚しても、自分はその成功ではなく失敗の方に向かうだろうっていうふうに考えてしまうんですよね。なので、基本文句言わないで従うっていうのと、その家族に言われ、家族と仲良くするっていうところでポイント稼いだ方がまだマシなんじゃないかなと思います。